ごぼう西軍、黒魔術軍、魔界水軍の3軍が互いに何かをかけて戦う魔界連闘会が始まる。第一試合は黒魔術軍の大堀康房対魔界水軍の久喜義孝の戦い。戦いは康房が勝利する。そこに黒魔術軍井上月照が現れ、さらにガラシャと望月千代女が現れ、康房は戦いに勝利した見返りに道さんの目を奪う。第2試合は五房西軍の霧隠れ最強一壁丸対黒魔術軍の真田大輔、望月千代女の戦い。戦いは千代女が一壁丸を倒し勝利。一壁丸の仮面を剥がすと、一壁丸のその正体は消滅したはずの加藤団蔵である。第3試合は五房西軍の渡辺の綱対黒魔術軍のルイス・フロイスの戦い。戦いの最後に生命と夕顔の術により、綱は髭切丸を取り戻し、ルイス・フロイスに勝利する。しかしガラシャから提案されていた条件により、綱は何も奪わず去る。第4試合は魔界水軍の落合安成対五房西軍の鶴姫の戦い。魔界水軍は安成の忠誠を試すため鶴姫と全力で戦わせる。安成は鶴姫を倒し、その場を去ろうとするが、滝夜叉が安成の代わりに奪うものを決める。鶴姫は安成の記憶を奪われることになる。第5試合は五房西軍の前田慶次対魔界水軍の村上武義の戦い。この戦いは村上武義が勝利する。その頃、安倍の生命が藤原の住友に同盟を持ちかけている。住友は黒魔術軍の井上月照を倒して住友と生命は戦うこととなる。そしてこの日の連闘会最後の試合は五房西軍の末高房対魔界水軍の俵の塔太、黒魔術軍の朝比奈義秀の三つどもえの戦いとなる。戦いの最中、ジライアが暴走し乱入、高房に加勢する。そして高房が塔太を倒し勝利する。高房はガラシャに戦いを挑むが、滝夜叉が高房を排除してガラシャと戦おうとする。ガラシャ、滝夜叉の戦いが始まり、そして魔界のこの日の幕が降りたのであった。